イングランド南東部の海岸、グレートブリテン島の南東海岸には真っ白なチョーク岩の崖が連なっています。その中でもひときわ高い場所がビーチーヘッドと呼ばれる断崖絶壁の岬。海面からの高さは162メートルもあります。こちらの写真、崖の上に人が立っているのがわかるでしょうか。あまりの高さに見ているだけでも怖くなってしまいますね。名前はビーチーヘッドなのにビーチ、浜があるわけではなく、この通りの断崖絶壁。名前の由来は美しい岬を意味するフランス語ブーシェフだそうです。チョーク岩のチョークというのは教室の黒板で使っていたあのチョークと同じものです。主に炭酸カルシウムでできており、岩石の種類でいうと石灰岩の一種。カチカチに固まっていない石灰岩みたいなイメージです。チョークのことを日本語では白亜と言い、この白い地層が地質時代の白亜紀の代表的な地層となっています。ビーチーヘッドのチョーク岩ができたのは白亜紀の後半、約1億年から6600万年前までの期間だと見積もられています。当時はまだこの辺り一帯は海の底で、海底に沈殿した炭酸カルシウムが白い泥となり、その泥がやがて固まってチョーク岩へと変化していきました。その後、地殻変動によって海底が上昇、隆起し、チョーク岩の地層は現在のように陸地になった。でも、チョーク岩の陸地が垂直な崖になったのは、もっとずっと後の時代になってからです。今から約1万年前に氷期が終わり、間氷期に突入してから世界的に海水面の上昇が起こりました。この海面上昇によって、それまで地続きだったグレートブリテン島とユーラシア大陸は海に隔てられ、イギリス海峡ができたのです。その結果、ビーチーヘッドを含むグレートブリテン島の南側の海岸では波による浸食が進み、陸地を構成していたチョーク岩が削られていきました。波による浸食では崖の下の方が削られていきますよね。そうすると削られた部分の上の方の崖は支えがなくなって崩壊する。下が削られ上が崩壊するを繰り返すことで、ビーチーヘッドのような垂直な崖が形成されていったのです。実際こちらの写真を見てもらうと分かる通り、ビーチーヘッドの崖下には崩壊したチョーク岩のかけらがたくさん散らばっています。ところでこのチョーク岩、最初に述べた通りカチカチの岩石というよりは脆くて削れやすい岩石です。黒板に字を書くチョークと同じですから、なんとなく想像できますよね。ですので海の波によって簡単に削られていったのですが、一方で頻繁に崖崩れが起こるほど脆くもありませんでした。実は柔らかいチョーク岩の地層の中には硬いチャート岩の地層がサンドイッチのように挟み込まれていて、全体としては縞模様の地層になっているのです。こちらの写真を見ても縞模様がよくわかりますね。チャート岩は水晶や石英の成分である二酸化ケイ素でできていて非常に硬い岩石。グレートブリテン島のチョーク岩に挟み込まれているチャート岩はフリントと呼ばれる種類で、古くから火打ち石として利用されてきました。そのようにビーチーヘッドのチョーク岩はただ削られやすいというだけでなく、硬い岩石の層に内側から支えられた構造をしているのですね。この硬いチャートの層があることで雨などによる地表面からの浸食が抑えられ、台地の橋のような垂直な崖が形成されたと考えられます。チョーク岩は海底に沈殿した炭酸カルシウムが固まることで形成されました。ではその炭酸カルシウムはどこから来たかといいますと、原料はプランクトンの殻。塩石藻や有孔虫と呼ばれる種類のプランクトンで、これらが持っている炭酸カルシウムの殻が集まってチョーク岩となったのです。それぞれのプランクトンについて簡単に説明しますね。塩石藻は海洋に生息する植物プランクトンで、光合成をして栄養を得る単細胞生物。塩石あるいはココリスと呼ばれる円盤状の殻をいくつも体にくっつけていて、細胞全体が円盤に覆われた姿をしています。この円盤の主成分が炭酸カルシウム。また有孔虫は炭酸カルシウムの殻を持つアメーバのような生物で、こちらは光合成をしないプランクトン、動物プランクトンです。殻の形は様々で、星型の突起を持つもの、巻貝のような渦巻き状のもの、
円盤状のものなど、いろんなタイプが知られています。わかりやすい例で言えば、沖縄のお土産で有名な星砂は、星型の突起を持つ有孔虫の殻が集積した砂です。これら遠赤層へ有孔虫が死ぬと、殻ごと海底に沈んでいき、海底に沈殿した膨大な数の炭酸カルシウムの殻が、やがてはチョーク岩になっていくわけですね。高さ162メートルもあるビーチーヘッドの白い崖が、ほぼすべてプランクトンの死骸でできているというのですから、スケールの大きさに驚かされます。3000万年以上という地層の形成に要した時間の長さが、実感を伴って想像できるのではないでしょうか。